は7番オグリキャップ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。道中のペース。行ってくる。足元悪い雨の中、東京レース場芝 1800URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はサイレンス鈴鹿、2番人気を紹介しましょう。マルゼンスキー、注目の2大マイル戦覇者オグリキャップ、4枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。先行争いはニコノブルボン、マルゼンスキー、サイレンス鈴鹿。タイドーリーの結果を出せるか。1番人気サイレンス鈴鹿、花を奪っていたのはマルゼンスキー。続きましたニコノブルボン、早くも激しい競り合い。第2コーナーを抜け向こう正面に入ったマルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、ニコノブルボン。3番手外を通りましてアイバスパーレット、後ろオグリキャップ、2馬身3馬身開いて9番その外並んでハッピーミーク、少し後ろから5番、そしてその後方には動くか1馬身差、18番少し後ろからエイシンフラッシュ、内で12番、その後から4番、15番並んできた、17番並びかけてきた、そして内目をつきましては3番大ケヤキを越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。オグリキャップ前を狙っていると、さあ誰が最初に仕掛けるのか。サイレンス鈴鹿2番手に様子を見守る。最終コーナーを曲げて最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。オグリキャップ今度から400を切りました。抜け出したのはマルゼンスキー、だが後続も追いつかれ、オグリキャップ並びかけてきた。オグリキャップ完全に抜け出した。残り200、2番手争いはマルゼンスキー、サイレンス鈴鹿。オグリキャップリードを出す、これはすごい。オグリキャップ発信は怒らない、やりました。オグリキャップ最後意地を見せて栄冠を手にしました。オグリキャップ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はウォッカ、3着はダイワスカーレット。よし